さあ、ドドマさん30周年でいろいろやられてきて、雑誌アンアンの雑誌も表紙ね飾られましたけれども、撮影秘話とかあったりしますか？つば九郎さんとね、アンアンというね雑誌の表紙も飾りまして、皆さん手に入れましたか？持ってる人、さすがですね。なかなか手に入らないと言ってたんですけど、皆さんさすがです。ドドマさんとつば九郎さんね、共に30周年ということで、アンアンのね表紙を飾られました。イベント前にパパッと撮影でした。あらら、ら忙しいですもんね、お二人でもねイベントされていて。でもね、バッチリかっこよく映ってましたよね。ドドマさん、そういえば落合さんとの対談もされてましたね。